大阪府立混合高等学校は大阪府富田林市の混合東ニュータウンにある公立の高等学校。高校生急増期の昭和後期1980年に誘致運動を受け、府立134番目の高校として新設された。普通科に専門コースと南河内地,地方で初の知的障害生徒の強制推進教室が設置されている。 1971年誕生の黒田革新不正が高校入試で15の春は泣かせない政策として大幅に不立高校を新設。1973年度だけで開校13校が計画され各自治体が地元誘致運動を進める中、富田林市でも中学校発行の PTA が高校誘致へ署名活動を展開した結果134番目の 不立高校として1980年に開校した。地元の熱い期待と支援で設置された経緯のため、開校当初から一人一人の多様性を尊重し、人と人とがつながり、地域に根ざす学校を目指している。全日制課程で普通科だったが、2005年に普通科総合選択制に改変。2015年度から、 大阪府立玉川高等支援学校の強制推進教室を併設。南河内地,地方で初の設置となっている。2018年度の入学生から大阪府の普通科総合選択制高校改編計画に基づき普通科専門校設置校へ再び改編。これにより、府立高校から普通科総合選択制の高校は消滅した。教育課程には、 生命科学コース、文系、理系、地域コミュニケーションコースの4つの系、コースがある。2004年に普通科総合選択制に改編された。2年次から、理数科学、生命科学、生活文化、国際、人文の5つのエリアのうちの1つに所属。その上で、エリアによって決められた科目と、エリアによらずある程度自由に選択できる科目を履修することにより、 個人の興味、関心や深度に応じたカリキュラムを組むことが可能になっていた。2年次のエリア指定科目では学校設定科目の中に課題研究や探究的な内容を含み学年末にグループで研究発表。優秀な発表は学年全体の発表会で再び発表。この取り組みは学習指導要領の総合的な学習の趣旨と同じで、 本来3単位必要な総合的な学習の時間を2単位で実施しても良いという承認を受けている。授業は1次元50分間で、週2日間7元、他の3日は6元。3年間で96単位の習得が可能となり、学校5日制が完全実施された2002年度直前と同じ単位数を確保。また、数学を中心に少人数授業を導入していた。 2004年8月31日、普通化総合選択制改変に伴う施設、改修工事が竣工。2006年3月31日、エレベーターを設置。2009年10月15日、本館の耐震工事が竣工。2011年8月31日、体育館の耐震工事が竣工した。羽永 A 級給料のほぼ頂点にある校舎は、 開校時1980年の建設、旧体新基準の既存不適格のままであり、震度6強の揺れで、倒壊の恐れがあるために2009年度から改修を行った。34歳の男性教師が2016年12月に、大阪市内の自宅で、ツイッターで知り合った、中学1年生の女子に、現金5万円を渡してみだらな行為をして、その行為を動画で撮影したとして、 懲戒免職になった。教師は出会い系アプリなどで知り合ったその他、約20人との行為も動画を撮影。一部は未成年だったという。ありがとうございます。